お見逃しのないようにご覧いただきたいと思います。ちょっとすいません、何を取っていらっしゃったんですか。はい、何でも食べたらあかんよ。それでは行かせていただきたいと思います。倒されました、これ。途中で彼女、ほんまに集中して。それではいきますよ。はい、回る。ご注目、立ちました。拍手。はい、もう見てください、この素晴らしい二足歩行。かわいいでしょ。人間の赤ちゃんとね、全く一緒。歩けるようになるまで数ヶ月頑張ったんですよ。そうなんですよ。もうだからね、もうぜひ皆さんに見ていただきたい。手つないだらでも完璧人間思いません。ねえ、ほんでね、はるちゃんね、可愛いだけじゃないんです。かっこいいはるちゃんもご覧ください。なんと、はっ、逆立ちでーす。ありがとうございます。皆さんから拍手をいただきました。真ん中まで。オッケーでしょう。ありがとうございます。はい、じゃあしっかりとね、ご挨拶をしてスタートをさせていただきましょう。もうちょっとこっち来てくださいね。もうちょっとこっちですよ。もうちょっとこっち。あ、やめなさい。見ました、今の悪い顔。あれがヤンキーの姿ですから気をつけてください。本当悪い顔すいません。もうちょっと後ろ、もうちょっと、もうちょい。すごいでしょ、日本語わかります。わかるよな、うって言ってますね。ほんまやな、ほら、ね、これで細かいところまで気づいていただけたらすごく嬉しいですからね、よろしくお願いいたします。私たちコミ名、ヤマトなでしこと言います。皆さん、本当にね、貴重なお時間ありがとうございます。安心してくださいね、あの、長居させませんから。ちょっとね、寒いですし、あの、10分で終わらせますので。無駄なことは今日はね、一切いたしません。おいしいとこ取りで、2つの大技をポンポンとね、披露させていただきたいと思います。私たちをサポートしてくれますメンバー紹介、しゅんでございます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。猿回しはですね、千年の歴史がございまして、日本の伝統芸能でございます。猿回しを見るととてもね、縁起がいいと昔からずっと言われております。お猿さん自体も縁起物でございます。魔が猿、厄が猿、病気が猿と言われております。そんなとても縁起のいい日本の伝統芸能、猿回し。今日はですね、私たちは皆さんに楽しんでいただくことを一番に全力で頑張りたいと思いますな。はい、最後までのお付き合いをよろしくお願いいたします。これ覗いてるよ、はるちゃん。ちゃんとする、挨拶は大事。はい、そうです。すぐ覗きますからね、長い。はい、じゃあここに座ってしっかり体力をためながら行かせていただきましょう。皆さん、一つ目の大技なんですけど、これをね、使います。じゃん、竹馬です。はるちゃんはすごいんですけど、普通のお猿さんはね、竹馬に乗って歩けるようになるのに1ヶ月かかるんですよ。ものすごい頑張りました。なんとはるちゃん3ヶ月もかかった。すごないですか。びっくりするぐらい下手くそやったんですよ。でもね、毎日練習してちゃんとね、歩けるようになりましたので、ぜひ皆さんに見ていただきたいと思います。お友達もみんなよく見ててね。行くよ、お猿さん今からね、歩きますから。はい、よく見ててください。はい、行きましょう、はるちゃん。それでは一周歩きます。お願いいたします。ほら、皆さんからも拍手いただきました。上手でしょう、ね、もう最近の自慢はですよ、何があっても絶対こけません。もう本当にね、最近プロ根性を感じると、わざとやな。これが私たちの唯一のネタでございます。拍手。よかったね、はるちゃん、笑ってくれたよ。よいしょと。さて、もうね、冗談するのはここまででございます。ここから一気に空気を変えさせてください。これを立ちます。ハードルです。行きましょう。なんとなくピンと来た方いらっしゃるんではないでしょうか。もっと向こうから行く、ちゃんと助走を取って。はい、そうや、行きますよ。竹馬に乗ったまま、よーし。
さらにレベルを上げさせていただきたいと思います。なんとびっくりしますよ、高さ倍いきます。すごいでしょ、身長とちょっとしか変わりませんからね。大丈夫ですか、ちょっと緊張してきた。もし皆さん1回成功できたら一番大きな拍手をよろしくお願いいたします。頑張れよ、気持ち一つで結果変わるから。今一番苦手です、これ。頑張れ大丈夫や、いいの、一生懸命頑張って失敗はいいの。さあ行きますよ、もともと4足歩行のお猿さん、2足歩行で歩くだけでもすごいのに、はるちゃん頑張って、はっ、いやー開けが生まれました。はるちゃん今回絶好調、皆さんにせーの、はい、できたよ、ありがとうございます。こちら側のお客様にもありがとうございます。よし、さあこの勢いでね頑張りたいと思います。いよいよ2つ目の大技、本日のメインの大技ですね。本日2つの大技を披露させていただいております。これが2つ目の大技です。はるちゃん、ちゃんと気合い入れてくださいよ。さあ来たばかりというお客様もナイスタイミングでいらっしゃいましたよ、ありがとうございます。本日のメインの大技、2つの大技披露させていただきますので、これが2つ目です。いきましょう、スタンバイ。まずねちょっとどういう技かご覧いただきますね。ぜひとも着地にご注目をいただきたいと思います。はっ、なんと逆立ちです。ありがとうございます。反対側もいきましょう、反対側も、はっ、ジャンプ、そしてバランス逆立ち、そしてありますちょっとこけたないよいよ最後、この間の距離を一気に広げまして、それをね、はるちゃんが飛んだら終了でいきたいんですけど、今回本当に皆さんすごくたくさん拍手くださいましたので、ちょっと感謝の気持ちを込めまして、最後皆さんの思う距離で終わりたいなと思うんですけど、2つ質問させていただいてもいいですか。1つ目が限界ギリギリの距離を飛んでるはるちゃんが見たいというお客様、そして2つ目がそんなんかわいそうやから無難な距離でいいよというお客様、拍手で教えていただきたいと思います。全員参加で、後ろの方ももう見ていただいてる時点で勝負1位ですからね。はい、いきます。1つ目の限界ギリギリの距離を飛んでるはるちゃんが見たいだけの拍手そうですね、ほぼ全員でございました。ちょっと念のためにもう一個聞きます、そんなんかわいそうやから無難な距離でいいよというお客様、拍手お一人です。さあ行きますよ、がっつり行きますね。これでもすごいんですけど、もっと行きます。ここまで、しかももちろん先とルールは変えません。逆立ちで着地ができたらの成功でいかせていただきたいと思います。はい、もしかしたら失敗もあるかもしれないですけど、失敗したとしても最後まで諦めずに頑張らさせてください。やっぱりね、日々でチャレンジすることってものすごく大事だと思いますんで、ぜひお付き合いいただけたら嬉しいです。そしてこの最後の大技を披露させていただく前に、皆さんにとても大切なお話がございますんで、少しお時間いただきたいと思います。なんてはるちゃんがここまで一生懸命頑張ってくれるのかと言いますと、もう本当に間違いありません。見ていただいている皆様の温かい応援のおかげでございます。皆様本当にありがとうございます。ありがとうございます。そしてもう一つ頑張れる理由がございます。それは皆様からのご理解のあるご祝儀によって日々頑張っております。今日はものすごく張り切りまして、一番大きな動画を持ってきました。皆さんがありがとうございます。早速のご準備、皆さんがもう本当にで構いません、はるちゃんを見ての思ったまんまの評価をですね、ぜひ最後スタッフがこの籠を持ちまして皆さんのところにお伺いさせていただきたいと思いますので、ぜひとも皆さんお気持ちのご準備をよろしくお願いいたします。
こっちが見えたんですけど、猿回し見れてよかったな、これからも頑張りやってそう思ってくださいました。大人の皆様、なるべく分かりやすい形に変えていただけますと私たちの励みとなりますので、よろしくお願いいたします。いや、ちょっと待って、ほんまに頑張ろう。立つ、はい、気をつけ気をつけ、はるちゃん、そうや、最後まで全力で頑張りたいと思います。お付き合いをよろしくお願いいたします。はる、そう、今日のはるちゃん絶対できる。足がついたら失敗ですからね。逆立ち着地で成功。そい。頑張りやで。はるちゃん。悪い顔してるでしょ。やめなさい、その猿みたいな顔するのはダメ。ごめんなさいね、ほんと。すいません。反抗期ですから。はるちゃん、それはあかん。頑張って、はいちょっと待ってくださいね、大丈夫ですよ。ちょっとね、弱気になってるだけなんで、ちょっと反対から気持ちの切り替えしよう。はい、こっちおいで。はい、いいの、一生懸命頑張った失敗は絶対皆さん怒れへんよ。頑張ろう、ほんまに。はるちゃん、はいな、頑張った失敗の方がかっこいい。そんな顔せえへんの。やれへん方がかっこ悪いで。はるちゃん、任せてください。やるときはやるお猿でございます。3度目の正直、諦めへんね。そうや、頑張れ。はい、いやー、出会いました。そして頑張ります。 OK でしょー、やりました。えらい、なんかよう頑張ったね。はい、お疲れ様。はい、こちらです。本当に皆さん、最後までの温かいご声援を本当にありがとうございました。さあ、それではですね、スタッフがカゴを持ちまして皆さんのところにお伺いさせていただきたいと思います。じゃあもう早速ね、ご準備で一番最初にしていただいておりました、こちらのね、はい、お姉ちゃんの方から行かせていただきましょう。見てください皆さん、分かりやすいタイプを高評価入れていただきました。なんと、ありがとうございます。後ろの男性のお客様からもいただきました高評価でございます。はい、ありがとうございます。